まあ、前半に、まあ、なんか相手の背後攻略して右から得点になってもおかしくないような、まあ、チャンスを作っていたと思うんですけど、まあ、そこで取れず、まあ、でも相手のボール回しに対してうまくプレッシング、まあ、できない中でも、まあ、最後のところは守れていたと思うんですけど、まあ、その前半の最後のところで失点、まあ、前節と同じような時間帯での失点ということで、まあ、一つ一つの、まあ、ポジショニングとかそういう戦術的なところもそうですけど、やっぱ前半の最後のところ、ここは絶対に守らなきゃいけないっていう時間帯でのなんかプレーの選択だったり、ボールへの寄せだったりっていうのを、まあ、あそこはより強める、まあ、全部 100% でやりますけど、よりそこを意識して強めなくちゃいけない時間帯での失点というふうに試合続いているので、そこはいやかなり大きなチームとしての課題だなと思います。後半押し込んだっていうのは多分、まあ、時間帯的に最後のところかなと思うんですけど、まあ、やっぱ相手も1点を守るということで下がるに対して自分たちはシンプルにボールを前に運ぶことで、そういうふうに見えたと思うんですけど、まあ、自分たちの意図的に前から来る相手に対して、そこを剥がしていくっていうプレーは今日試合を通してほとんどできなかったのかなと思うので、攻撃面に関してはチームとして、これはかなり、難しい試合だったなと、まあ、相手が前から来るっていうのも分かってたし、相手のプレッシングの仕方も自分たちの思っていた通りだったのですが、まあ、一人一人のなんていうんですかね、意思疎通、ボールの受け方だったり、そういうのがやっぱり統一されてないなというのは自分の中で強く感じました、この試合。まあ、正直修正してる、なんか一から修正するような時間も自分たちないですし、シーズンの残り10試合切った中で、だからもう本当に一つ一つのプレーに対して球際だったり、まあ、そういうところをまずそういうところで相手を上回ろうとするというのがすごい大事だと思うし、まあ、もちろん戦術的な面でどこに立つ、どういう守備をするというのも大事ですが、一人一人が目の前に相手に負けないというのをまずより突き詰めないと、このままずる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 連敗するわけにはいかないので、まあ、そうやって、どんな形であれ勝ち点3を取ることでチームとしても上向きになると思うので、次の試合、まあ、一人一人が勝利に向かってやるしかないですね、泥臭く。まあ、今日の試合も、もちろん内容はいい内容ではなかったですが、まあ、何か一つかけ違えば勝つ可能性だってあったし、失点のところを誰かブロックできたり、まあ、ゴール前のところで誰か1点取ったり、まあ、そういうような戦いでも何でも勝ち点3が必ず必要な試合になっていると思うので、それを意識して、まあ、自分が最後尾からそういう声、掛け声、苦しい中でもそういう掛け声を出し続けながらやろうと思います。